ご視聴ありがとうございます。今日はですね、原木椎茸の仕込みをご覧いただこうと思います。全部で400個の菌を埋めていきます。これはですね、クヌギの木に穴を開けて菌を埋める前の状態ですね。菌を埋めるための穴を開けていってます。さすがにね、400個穴開けるとね、ちょっと手がだるくなりました。でもね、これも美味しい原木椎茸を食べるための作業だと思ったらね、ちょろいもんです。はい、こっからはね、この穴に椎茸の菌を埋め込んでいきます。400回トントン。あれ、拳銃の弾ではなく、これが椎茸の菌です。結構ね、地味な作業なんですけど、穴開けるよりは全然楽しかったです。力もいらないですしね。皆さんもチャレンジしてみてはいかがですか？でもね、水にこれつけなきゃいけないんですよ。そうだ、2馬力ボートがあったぞ。これは使える。これをバケツの代わりにしよう。入るかな。なんとジャストフィット。椎茸をね、仕込む時期もちゃんとあって、3月ぐらいが一番いいみたいですよ。でもこの椎茸って今仕込んで、まさかの2年ぐらいかかるということですね。はい、この日は時間があったので、じゃがいももついでに植えてみました。シャドークイーン男爵北あかり、おしゃれな名前だな。じゃがいも作りは超簡単なんです。ぜひ皆さんもやってみてください。植えた後もね、これ水かけないんですね。実は芋が腐るん で、あとはまあ放置したらいいだけなんで、ほんと簡単なんで、空いたスペースでもねできるんで。でね、このできたじゃがいもでポテトチップス作りたいなと思って、そういう目標があるんでね、またその動画も載せますんで、よかったら見てください。うまくできたらね。大きくなってくるとね、葉っぱが結構広がってくるので、だいたい30センチぐらい開けて植えていきます。僕の予想ではね、これうまく全部育ったら130個ぐらい収穫できるかなって思ってます。最後にゆうちゃん大好きなミニトマトの種をまいて、今日の作業は終了です。ご視聴ありがとうございました。またねー。